どうも、ムーです。今日はね、このキャラゴブリンバイクというね、新しい新キャラが出たので、ちょっとね、検証していきたいなと思っております。動画協力者はね、タッキモチさんかな。うん。まあ何を見ていくかっていうと、やっぱりあれですね、状態異常ですね。あと体育があるかとか、あとフェアリーが使えるかどうか。基本的にね、ロボット系、機械系のね、キャラは、まあ、バトルバルーンとかロボットとか、まあ、ロボット系とかね、バルーンとかだと、フェアリーがね、こう、鱗粉とかね、普通の回復とか使えないので、まあ、どんな感じなんだろうなって感じでね、ちょっと見ていきたいですね。ゴブリンバイク。ね、普通のゴブリンはね、コスト1なんだけども、ゴブリンバイクは3なんですよね、コスト3。うん。よし。いや、取れるのかな、鳥では。ゴブリン、レベル5。おう。あ、取れるんじゃないこれ。お、取れるね。で、大砲で飛ぶのかな、どうだろう。はい。よし、いい感じ。あ、魅了されるね。普通に魅了されるね。まあいいや、猫は、普通に倒していこう。あ、チクリも入るね、普通に。へぇ。うん。あ、ちゃんと城にもダメージ見ますね。対空はどうなんだろう？対空あるのかな？お、大型だ。まあ、育てれば強いかなって感じかな、これ。どうだろう？あ、フェアリー使ってなかったわ。よいしょ。じゃあちょっと次のね、動画行きまーす。はい、こちら3戦目になります。3戦目？ちげえな、まだ2戦目だわ。2戦目ですね。まあ次はね、ちょっと大砲撃ってもらおうかな。ゴブリン。あのゴブリン、普通のゴブリンだと飛んじゃうんだけども、コスト3だから飛ばない気もするんだけども、まあでもそれでもね、その、ゴブリンの出てくる、なんかちっちゃいゴブリンみたいなのが、コスト1ぐらいのやつだから飛んじゃうかなみたいな。まあでもマザースパイダーのもさ、あの、コグモ確か、コス1ぐらいだと思うけど、あれ、あれ飛ばないからね。さあ、お願いします。毒毒か。毒毒は入りそうだな。しかも3体出せるのが強そうだな。ゴブリンバイク。さあ。大砲撃たないかな。なんか面白いな、攻撃が。スキル出せ。ゴブリンレベル5。数いるとだいぶ強いな。あ、間違えた。毒は入るね。ゴブリンバイク。ゴブリンバイク。大砲撃ってもらわないとわかんないな。わかんないな。とりあえず、フェアリーを回復するね。無双は入るっぽいね。わあ、やられた。まあ、あとはいいかな。じゃあ、ちょっと3戦目いきます。はい、こちら3戦目になります。よいしょ。手砲撃ってこないかな。さっき、撃ってくれなかったから。飛ぶとは思うんだけどもね。大砲で。どうだろう。まあでもコスト3だからね。まだコスト3で飛ぶキャラっていないからね。まだわかんないですね。
お願いします。ゴブリンバイク2体ぐらい出してもいいかな。飛ぶかな。あ、でも飛ばないけども死んじゃうやつかな。うん、多分ゴブリンバイクのこのゴブリン育てないとダメなやつかな。テレレレレレレって、あれなんねなんねなんね、敵がいないと召喚されねえのか。ほほ、ワンパン入りそうだな。あ、入った。普通に入るな。ビーナス。ゴブリン。でもだいぶ、このちっちゃい小蜘蛛みたいなやつ、ちっちゃいゴブリンもだいぶ攻撃力高いとは思うんだよな。スキル封印が入んねえかな。でもスキル封印されたらそんな強くなさそうなんだな。入んない。スキル封印入る前に倒しちゃったかったな。まあこんな感じでしたね。うん。大砲では飛ばないんだけども、やっぱりね、大砲2発ぐらいでさ、死んじゃうから、やっぱり育てる必要あるね。うん。育てないと、この小蜘蛛みたいなゴブリンすぐ死んじゃうし。うん。まあ、こんな感じかな。うん。よいしょ。まあでも、まだね、最終まで育ってるのまだ見たことないからね、完璧に強いってわけのもよくわかんないからね。うん。よし、タッキモチさん、ありがとうございました。まあこんな感じでした。まあゴブリンバイクね、買う需要あるとしたらね、やっぱりその得、なんだろう。その買った時に、なんかおまけでついてくるやつで、なんか100個、トモトレ回復玉の全回復のやつが100個入ってるので、それがね、結構美味しいのでね、買ってもいいかなっては思います。まあ、孵化させないです。それ買うんだって買うだけでもいいかもしれません。本当にね。うん。本当に貴重なので、100個、トモトレ玉100個はね。うん。皆さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあね。皆さんチェース、ムメでーす。動画見てくれてありがとうございました。まだチャンネル登録をお済みでない方はね、ぜひぜひチャンネル登録の方お願いします。また、概要欄の方にね、チャンネルとかツイッターとかあるので、ぜひぜひ見に行ってください。あとコメント欄とかでね、コメントしたいこととかあれば、リクエストとかね、アドバイスとかお待ちしております。皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。また見に来てください。じゃあねー。